よし、ここパート6か7かちょっと詳しく分からんけど、セーブするところがないのでそのまま撮っております。前回のあのザッえゾッドとの戦闘があまりにこう編集が多分必要なぐらい戦った。でも言うてそれでもなんとかはなった。大変ではあった。ゾッド大変では。お、アイテム打ちくれるやん。殴り殺していこう、こいつら。めっちゃくれるやん。できるだけダメージをもらわずに、できるだけ倒していこう。一番欲しいのは回復アイテム。アイテムください。アイテムだけくれれば、でもこいつたち殺さなければさ、殺せなければマンドラゴラ好きから解放されるんだから、どちらかって言うとほっといた方がいいよな。どちらかといえば。あまりこう、刺激せずに、敵を表さずにいた方がいいような気がするな。良くない気もここですよね。良くないかもしれないですね、これ。後々みんな死んじゃう。後々みんなこう、マンドラゴラが月から終わった後にこう、正気に戻ってから、なんてことってことになった。いや、敵さん多いね。敵さん多いっていうか、倒しちゃいけないのかもしれん、これ。倒しても相手打てないのかもしれんな。こう。ほな、行きましょう。ほな、行きましょう。ほな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 。ほなほな。こっち戦う人いないから。あ、いけない。こっちじゃない。ちょっと、道塞がないでくれますか。道塞がないでくださいか。道はあまり塞がないでいただきたい。こっちは真剣なんで、あなた方みたいなおふざけでこうこの道を塞いでるわけじゃないんでね。冗談じゃない、冗談半分で道を塞がれるのはちょっとおやめになっていただきたい。それもまあ真剣に道を通りたいなと思ってるだけなんでね。じゃあ行きます。あ、左か。あ、もうちょっと今のこちらの勘違いでした。ただ左に行けば多分通り抜けられてる。わーい X ボタン押しちゃった。間違うともう一回。狭いとね、狭いと非常に戦いづらいんですね、このゲーム。狭いと戦いにくいというより、狭いとこのガッツが戦いにくいかな。このドラゴン殺しが狭い通路に全く適してない。あ、こっちじゃないだろうな。なんかいる。殴っていく。よし、こっちではない。壊れんか。あ、アイテムが、やった。そうか、アイテムはこういうとこから出るのか。なるほど、今のとこアイテム回収できたりするのかもしれないね。ちょっと犬めっちゃ噛むやん、この狭い通路で。あ、めっちゃ爆弾もらえる。ほっといてもいいかな。まあ行きましょうか。おお、いいよ、爆弾使うから。くっそー、後から湧いて出やがって。行くしかねえ。あれ？どうなってるこれ？奥行けない？行けないっぽいね。これで行けるか。違う。こっちか？こっちか。違う。違うな。
いやー道がわからん。一本道、ほぼ一本道のくせに道がわからんとは。こっちじゃない、こっち。アイテムゲット、回復アイテム。あ、こっちか。怖いよ。あ、自ら壊してきてるんだ。爆弾で。こいつら強え。お助けダメだ、強え。レバガチャでなんとか振り切れるのか。Bボタン回避したぞ。俺は押したぞ、ちゃんと押したけど間に合わない。死んでーわ、もう行くぞ、もう行くからな、行くからな、もう剣とか出さんからな。相手にしてくれると思うなよ、手になると思うなよ。もう無視だから、君らみたいなの無視だから。ちょこれなんかありそう。イエーイ、爆弾ゲット、ボンバーマンとかした感じ。なんか強そうな方々が。これなんかあるんじゃない？花もない。違うわ。ああ特に何もないな。壊れるとか。ああ倒さないとダメかな、こりゃ。こりゃ倒さないとダメっすかね。これは？やった、回復アイテムゲット。向こう側の人もなく、ザーボン殺し、引き抜け。アンチだね。あ、ごめん、マイクに当たった手が。アイテムがどうやって手に入るか分かってきた。箱を壊せば手に入るんだな。うわー、今のうちできる限りやっとく。じゃあ行こう。あ、このスカポンタンで一人か、君だけか。よし、ならばよし。で右下に降りれる？降りれないな、これ。こっちか。兵士と戦う必要はない。いや、兵士と戦う必要もありそうだ。あ、間違えて撃っちゃった。アルティメットウェポンを撃っちゃった。秘密兵器を。あ、もうひたすら切ってますね。虐殺だよ、虐殺。殺戮だわ。え、何？見え。あえて戦う必要ないぞ。言っとくけど。当たってんな。ダメだ、当たんない。
カメラ移動ないしな。何今の。ダメだな。やらない方がいい。コンティニュー。あの、オノマーソウジさん強すぎた。あの、オノマースどこ？こいつこいつこいつ。尋常じゃないわ。行かせてもらう。ダメだダメダメダメ。あんな戦っちゃダメ。あんな戦っちゃダメだよ。際どいですね。どっかに斧回してるやつがいると思うんだ。ヒューヒューって音するから。こっちか？違うの。もういないかな。もう戦うのやめないか？話し合いで解決しよう。俺たちが戦う必要は何もないと思うんだよ、正直ね。戦う必要ないでしょう。話し合いで解決しよう。剣を置こう、剣を。こっちは置かないけどさ、こっちは置くつもりはないけどさ、せめて少なくともそちらに、少なくともそちらに戦う。また斧。これはもう倒すしかないのね、こいつらは。もうやり合うしかないようだな。もう仕方がない。許せ許せ。もうが多いな、敵が多いな。もう後から後からなんか敵が湧いて出てくる。湧き方にしてもさ、もっと品のいい湧き方してほしい。ポンってやろう。ポン。画面上にある程度の数がいなくなったらみたいな感じで、それぐらいのタイミングでポンと現れる。そしてここはどうなんだろう。全部倒す前なのかな。誰か倒す前とかじゃないかな。ダメだ、ここ苦戦してます。なんかあの斧投げるやつが、斧投げる、斧で、あ、こっちから降りない。斧でね、斧振り回してるやつが、振り回し始めた中にいると抜けられなくなっちゃって。もうそろそろ肩をつけなければと思うんだけど、こいつやばい。この斧二人がいるこの環境下ではもう草、この回し始めてからどうにもならんな。バーサーカーモードではまあなんとかなる、ひるまないから、あまりひるまないから。いやーきついな、出口がわからん。出口が多分こっ違うな、出られん。この広場みたいなところで湧き続ける敵と戦い続けなくてはければならないんだろうか。それはしんどい作業ですよ。あんたらが
ボウガン撃ってくるあんたらが悪い気がする。悪いやつだな気がする。ボウガン撃ちがさ、逃げ回るんだけど。逃げ回るのはせめて体力を少なめにするとかさ。地味に当たってくるな。こちら画面移動できないことをいいことに、画面移動じゃない、画面旋回か、カメラ移動か。あ、倒した。長かった。エキサイト QT が入ってくるから、 QT か、セガ特有の QT が入ってくるから、そのこいつが、この斧使いが厄介なんだ。どんどん回し始めたらもうどんどんなんぞこいつ。回復かな。ここ上がるの、この壁みたいなところ。うわすごい。あー、水平じゃないから当たんないんだ。すごいね。ドラゴン殺しも当たんないしさ、なんか当たんないしさ。おう、これじゃダメージを与えないでください。スーパーモンドです。まさかもいます。関係なしに振ります。もっと戦わなくていいのかな。不必要な戦闘してる気がする。やっぱりそうだよな、俺もそうだと思うんだ。不必要な戦闘してる気がするんだ。アイテムだけはもらっていった方がいいと思うけどね。多分この辺アイテムもらえる。ほら、やっぱりちょっと分かってきたわ。そうだ、剣をね、後ろに押さえめた方が早い。足が、これできるの。よし。いや道こっちじゃないのか。死にたくないなら道開けてくれ。これ以上戦ってもいいことないよ。やめないか、もうやめないか。こっちか、違うな。お、こっち側から、あ、これか、こっちじゃない？あ、これ壊されるだけのダメ的な？これ壊されるダメ的なやつじゃない？えい。壊れそうにねえな。多分もうちょっとこの辺のやつらを何人か倒せば壊れるとか、そんな感じかな。てめえ、遠くからチク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 と。チクチクマンが多すぎる。あれ？ない。ゲー！オノマースやつ。飛ばすやつ、棒ガンのやつ、棒ガンやつを追い詰める。
わんねえ。終わんねえ。ボーガンのやつどこいる？ここか。ここか。見え。違う。こっちか。二人固まって。壊れた、壊れた、これ壊れた、やっと壊れた。てか壊れるんだ、半信半疑だったから。壊れるかなと思いながら、もしかしたら半分で敵全部倒した方がいいのかなと思いつつ、教えてほしいな。でも多分ポーズをしたら、あのポーズをしたらこうなんだけど、冒険のヒントとか別に教えてくれない。こっちじゃないんかい。流れ的にこっちじゃろうが。道がわからんな。道がわかんねえゲームっすな。まさか本当に全員倒すのが正解だったのこれ。これでいけるようになったと、そういう感じじゃないかな。あ、そうだった。説明不足だよ。このゲームは説明不足だよ。あいつは、あいつバルザックの娘だよ。バルザックの娘。バルザックの？ラスボス感あるよな。こんなとこにほっとけないよ。そうか。一緒に来て。よーし。人質か。行くぞ。はぐれるなよ。人質か。まあいいだろう。お、もう20分がとうに過ぎ去っている。ここで一旦ポーズ。